テリハタチツボスミレは、スミレかスミレ属の多年草。和名の通り、葉の表面に光沢がある。有形の種。柿の茎の高さは3から15センチメートルになり、柿には20センチメートルになる。地下茎は横に這い、長くかつ太く、よく分子し、飛行して木化し、硬い。開花後に、地上茎が地面を張って伸長し、地上茎の先に、新苗を作り、 心内は普通エットをする。根室用は長い傭兵があり、傭心は長さ2から5センチメートルの卵型から卵状三角形、先端は A 頭から生倉頭、基部は節型から浅い心形、縁には低い波状の巨子がある。葉は角質で硬く厚く、表面は能力色時に黒緑色で光沢があり、裏面は紫色を帯び、 両面ともに無毛。卓葉は狂乱形で、うじょうに、中列する。火事の葉は大きくなり、長さ7センチメートルに達する。花期は4から5月。花は、計1.5から2センチメートル、丹精紫色から、泡紫色で、時に、ほのかな方向がある。花弁は、長さ8から12ミリメートル、側弁の基部に毛はない。神弁の胸は太く、長さ4から5ミリメートル。 学園はコーヒ飛ー新型で、長さ3.5から5ミリメートルになる。湧水はここあり、河中は筒型になり、中東は下向きに短く突き出る。染色体数は 2N イコール20。日本固有種。本州の青森県から福井県までの日本海側地域に偏って分布し、低山の明るい臨床や林園、または比較的湿った影地に生育する。かつて、 中国大陸にも分布するとされたが、該当する植物は、講義の立ちつぼすみレビオラグリップサラズであると、訂正された。和名のテリハ立ちつぼすみレは、小葉立つぼすみレの意で、葉が角質で、椿の葉ような光沢があることによる。種商名フォリアアーナは、パリ外国宣教会の宣教師で、明治、大正時代に、当は植物最終化でもあったユルバンジャンフォーリー。 神父への懸命。被災者のビルヘルム・ベッカーが、フォーリー神父が、青森で採集した標本をもとに記載したことによる。ありがとうございます。